ゾンゾンゾン、ゾンゾンゾン、ゾンゾンゾン。今日のおやつはお母さんの手作りずんだ餅なのだ。とっても美味しそうなのだ。僕はお母さんのずんだ餅が大好きなのだ。やいやいやい、ずんだもん。うわ、つむぎちゃん。くえへって、うまそうなものを持ってるじゃねえか。あーしにくれよ。ダメなのだ。これはお母さんが僕のために作ってくれた大切なずんだ餅なのだ。なんだと？ずんだもんのくせに生意気だぞ。いることを聞かないと殴ってやるぞ。うわあーん、怖いのだ、怖いのだ。殴らないでほしいのだ。うわあーん、うわあーん。待ちなさい。人のものを奪うなんて良くないわ。お母さん。つむぎちゃん、あなたこの前もうちの子からおやつを取りましたね。あのあとおじさんからたっぷり叱られたはずでしょう。どうして同じことを繰り返すの？そんなにお腹が空いているの？だったらお金をあげるわ。これでコンビニでも行って好きなものを買いなさい。その代わりもう二度とうちの子と関わらないでちょうだい。金なんていらねえよ、バカ野郎。あーしが本当に欲しいのは、くそったれ、バカ野郎。うわはーん、うわはーん。まったく、なんなの、あの子は。親が親なら、子供も子供ってことなのかしらね。ずんちゃん、つむぎちゃんとは、なるべく関わらないようにするのよ。わかったわね。のだ。